けどだけどだけどの曲を、あの国道136号線136136で振られたっていう、ただ単にそれだけです。あの136で一音一音でだって変えるじゃん。そうです、この方プロフェッショナルですよ。私はただ歌ってるだけ。ちなみに小倉さんよく言われてた、かっこいい、あの小指の使い方。別の意味じゃなくて小指の使い方。まあ元バンドやってたから、あんなに綺麗にこう音を変え、小指だけで変えるっていうのがすごい。もう一回や、あの目指しませんか。もうだって物オフィスも一本綺麗なギターが。You やっちゃいなよ。You やっちゃいなよ。エピフォンのギブソンカスタムのがいいじゃないですか。一番使いやすかったからそれだけ残して。じゃあとりあえず136号線で振られた歌を歌ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。Bye.
年祭おめでとうございます。イエーイ、4周年ね。4周年今度5周年また呼んでもらえるのかな。いいと思う。イエーイ、せーので、だけど申し訳ないです。ミモリー、また楽しんでてください。ピック、はい。聞いてください。もう回収するの。